はい、こんにちは、タケチャンネルです。今回はですね、タミヤのアルファロメオ 155V6TI の製作の続きをやっていこうと思います。はい、で、まあ、前回の動画で一応内装周りを組んだので、今回はその裏側、車種周りを組んでいこうと思います。はい、というわけで早速作業やっていきます。はい、じゃあ早速やっていきます。で、まあ、シャーシにとりあえずリアの足回りをつけていくっていう作業になるんですけれども、ちょっとね、前回の動画で言い忘れたんですよ。ここはね、カーボン貼ってあります。こんな感じで、でちょっと在庫の関係で、ここはカーボンデカールではなく長谷川のカーボンフィニッシュを貼ってあります。こんな感じ、こんな感じで貼ってあるので、まあ、ここはね、全部ね、説明書ではセミグロスブラック X18 指定になっている部分なんですけども、一応全部カーボン柄にしてあります。こんな感じで、この後ろに足回りを順々につけていくっていう形になるんですが、まずね、ここのスペース全部つけた後だとやりにくくなっちゃうと思うんで、さっきやろうと思うんですけど、ここのスペースね、ここのスペースはマフラーが入るんですけれども、まあ、そのまんまね、マフラーをつけちゃうと、上にね、熱が伝わっちゃって、こっちのね、ECU 関係に変な影響が起きるから、多分ここには遮熱板が貼られてあると思うんですよね。遮熱板というか遮熱シートみたいなのが貼られてあると思うので、それをね、まず再現していこうと思います。ちょっと実物の下回りが写真であったわけではないので、まあ、これはあくまで予想にはなるんですけども、多分貼られてるはずなので、やっていきます。で、まあ、使うのは、アルミテープですね。アルミテープを使います。で、まあ、このまんま貼ってもいいんですが、ちょっとね、質感的にちょっといまいちなので、まあ、これ何でもいいんですけど、こういうね、ボールペンとかでこういうローレット加工されてるものがあると、これを使ってね、こうぐるぐるぐるっとこうやってやってあげると、こうやってやってあげるとね、表面にこうやってデコボコの跡がつくんですよね。こういう風にしといてあげると、より実際の遮熱シートっぽい雰囲気になるので、まあ、簡単な作業なんでね、やっといてあげるといいんじゃないかなと思います。で、まあ、もしあれだったら、タイヤじゃない、タバコの包み紙とかを使うのでもいいかなと思います。タバコの包み紙使ってあげると、あれもともとこんな感じの表面になってるので、この上にね、スプレーのりとかを吹きつけてあげて、ペッと貼ってあげれば、それで同じような質感は再現できるので、そういう感じのもありかなとは思います。ただ僕ちょっとタバコ吸わないんでね、今タバコの包み紙が手に入らなかったので、今回はアルミテープを使ってます。で、こうやって密着させていくんですけど、あんまりグッと押さえすぎるとね、せっかくつけたこの跡が潰れてしまうので、まあ、ぼちぼち。アルミテープは結構くっつく力が強いので、それなりにこう押さえてあげればね、しっかりくっついてくれるので、こういう感じ。こっちね、こういう感じにしてあげると、リアルな感じになるんじゃないかなと
思います。これはね、ミッドシップのスーパーカーとかあと F1 とかの、マフラーの耐熱シートとかにも使える表現なので、これはね覚えておくと便利かなと思います。こんな感じ。そしたら次リアの足回りなんですけども、リアの足回りが結構いくつかのパーツに分かれてるので、それを組み合わせていきます。で、一応塗装は全部終わってて、基本全体をね黒サフで塗装した後に、この真ん中の部分にスターブライトアイアンで、ここはゴールドで塗装の指定だったので、EX ゴールドで、ここはマットホワイト、フラットホワイトですね、で塗装してます。で、こっちも一緒で黒サフで塗った後にスターブライトアイアンで、ここはクレオスのもう絶版になった色なんですけども、ガンステンレスを塗ってあります。これもまあフロントのアップライトと同じ色ですね。で、後ろのブレーキダクトが、ブレーキダクトとドライブシャフトがこんな感じ。これもね、ブレーキダクトの部分だけがクロスアフで、ドライブシャフトが、スターブライトアイアンですねになってます。で、ここだけシルバーのペンでちょっとだけ部分塗装してあります。で、サスペンションこんな感じに塗装してあります。じゃあこれを全部組み合わせていって、形にしていきます。ただまあね、サスペンション組んでもね一切見えないんですよもし下のディフューザーを開けてたとしてもほぼほぼ見えないような構造になっちゃうので、まあ面倒くさいっていう方はね、ここまでしっかりやらなくてもいいかなとは思います。まあ、結構トランクの中でも、トランクの上の方に位置する上に、上はトランク開かないし、下からはかなり覗き込まないと見えないっていうので、ほぼほぼ見えなくなっちゃいますよね。こんな感じで、アッパーアームとアップライトがついているところに、サスペンションですね、プッシュロード式のサスペンションを取り付けてあげたら、こっちのロアアーム側の方に、このドライブシャフトを通してあげて接着、こういう形で通して、で、この上にセットで接着していきます。こういう感じ。これで下から見るとこういう感じですね。これがリアのデフにしてはでかい、でかいんだけど、どうな、何なんだろうな。ここに何があるかちょっと分かんないですけどね。ここがデフですよね。リアのデフレンシャルだと思うんですけど、まあ、ここに何かしら何かがいるんでしょう、おそらく。この ICR の車はね、本当
電子制御もりもりの車なので、まあ何がついててもおかしくないかなとは思います。で、リアのブレーキを取り付けですね。これね、リアのブレーキにポリキャップを入れて取り付けてあげます。これね、後々外れると鬱陶しいところは、僕は割とこのタミヤセメントを使ってくっつける。あ、しまった。まずい、まずい。アームが違う場所に通ってる。すいません、ちょっとね、ちょっと軽く風邪ひいたっぽくて、かなり鼻水がいつも以上に出てるので、ちょっとお聞き苦しいかもしれないですけど、申し訳ありません。あ、ね、雨のせいでね、夜の気温が安定しないからどうも調子が悪いですね。こんな感じでリアサスペンションにブレーキがくっつくと、こういう感じになります。これでね、一応リアサスペンションは完成なので、これをね、この下に固定していく感じですね。で、つける場所がここ、どこか、こういう感じ、こういう感じで、リアデフとリアサス周りがくっつきます。こんな感じね。本来はね、本来の155はボディからアームが生えてるんですけど、もうこの辺の車になってくるとね、もうボディフル虫で、もう構造体がこういう風にあるっていう感じになってます。基本的にはこんな感じ。はい、そしたら、この前側に、フロントのね、エンジン周りがくっつきます。で、エンジン周りはね、ここにくっつく形になるので、もうつけちゃおうか、ね、つけちゃわないとね、ちょっと配線とかを追加しようにもつけてしまわないとね、どのぐらい足すかっていうのはちょっと検討がつけにくいので、つけちゃおう、うん、そうしよう。そしたらここに、このね、リアデフから伸びてるこのプロペラシャフトに、
ギアボックスのお尻を差してあげて、ここを差し込む。で、前側のね、このサブフレームのパイプフレームのここの2箇所でエンジンを固定。こういう感じ。これでね、一応、エンジンとフロントのサスペンションで、あとリアのサスペンションがくっついた形になります。こんな感じ。これであと後ろにブラック側にね、このマフラーをつけてあげれば、下回りは完成という形になります。で、もうこれもつけちゃえ。このマフラーはね、スターブライトジュラルミンですね。スターブライトジュラルミンで塗装してあります。で、スターブライトジュラルミンでわざともうベタッと塗装して、そのスターブライトジュラルミンのちょっと金色がかったシルバーっていう色の特性を残しつつ、ギラギラ感を少し抑えた感じの塗装の仕方にしてあります。これはね、こういう感じ。はい、だからね、ここにこうやってマフラーが通るんで、ここのブックラッカーをねちゃんと遮熱しといてあげないと、ケーキ類とかにね、悪影響が出ちゃうと思うので、ここに遮熱シートを貼ったっていう感じです。はい、こんな感じ。これでね、一応今回の作業に関しては終わりにしようかなと思います。で、次回の動画では次この前のフロントセクションをつけるか、それかね、そうそう、言うの忘れてた、このすっかり忘れて、補助デカール、ミシュランのロゴのデカールが、届いたからもう貼り付けたので、クリアを拭くか、そのどっちかの作業をやっていこうと思います。ちょっとね、この前側のパーツ、この前側のパーツ結構大変なんですよ。形状が複雑な上に全部カーボン製なんで、それにカーボンデカールを張り込んでいかないとダメなんで、割と大変なので、もしかしたらこっちのボディのクリア塗装の方が先に動画としてはアップされるかもしれないですけれども、引き続き作業の方はやっていきますので、また続きを見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしていただけると最新の更新情報など見ていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。あと、いいねとかコメントとかいただけると非常に励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで、今回のシャーシの組み立てはこれで以上にさせていただこうと思います。はい、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。